配属先がひらがなけやきに決まった時はやっぱり一人だって聞かされたのもあって心細いと思いました。先輩方が受け入れてくれなかったらどうしようとか、小さい頃から人見知りで内向的な性格でした。これから精一杯頑張ります。よろしくお願いします。アイドルを目指そうと思ったのはやっぱり坂道グループの先輩方が素敵だったから。緊張したんですけど楽しかったです。私も早く追いつけるように今頑張って練習しています。自分の考えたキャッチフレーズを初めて披露した時はとても緊張したんですけど、本当にひらがなけやきに入ったんだなって